陸軍航空審査部は軍用機を筆頭とする隠し航空兵器の審査を行った大日本帝国陸軍の組織。本校では陸軍航空審査部の前身である飛行実験部についても詳述する。審査の対象は航空機、航空兵器、兵器材料、燃料油脂、特殊施設、機場レーダー、航空移行、航空糧食、衛生材料などであった。 飛行試験は、陸軍航空技術研究所の研究に関するもの、以外に、基本審査、実用審査を行い、申請式機の練習教育も担当した。また、同盟国ドイツからの輸入機や、機材、さらに連合国軍の六角機の調査も主要任務として一手に引き受けており、飛行試験は、審査部時代は、例下の飛行実験部、飛行実験部、 帝国陸軍の航空部隊において航空兵器の研究、試験を行う組織は1924年に設立された所沢陸軍飛行学校研究部が原点であった。翌1925年5月、今まで航空兵化の管轄であった航空が航空兵化として独立し、陸軍航空部が陸軍航空本部へと昇格するのに合わせて、 所沢陸軍飛行学校研究部は陸軍航空本部技術部となり担当業務も拡充され1928年には立川陸軍飛行場に移転した。さらに1935年8月には陸軍航空部隊の発達と拡大により陸軍航空本部は改編され同技術部は分離し陸軍航空技術研究所が発足航空兵器の審査は当時は 陸軍航空技術研究所第5課にて行われていた。講義研5課で審査の通った兵器は、明野、下、静、浜松、保古田といった各陸軍飛行学校の研究部に送られ、実用試験を経て部隊配備が行われていた。しかしこの体制では、各方面において、医師の疎通を書くなど欠点があり、研究機関と実験機関等を分離させることとなった。 露角されたアメリカ陸軍航空隊のボーイング B-17、露角されたイギリス空軍のホーカーハリケーン炎上術の経緯により、1939年12月1日に陸軍航空本部レ下カーに新設された組織が飛行実験部である。航空兵器の基礎試験は抗議権が行い、実用試験と配備部隊への練習教育を担当した。長は部長。編成当初は、 立川陸軍飛行場内に抗議権と共に置かれていたが、1940年4月1日には、立川に近い東京府西多摩郡副社長に新設された多摩陸軍飛行場に移転した。その下部組織として、主に航空機の飛行試験を担当していたのが、実験隊であった。実験隊の構成は、その審査機種により戦闘機範、偵察機範、爆撃機範に分けられており、 これらには整備を担当する整備班が付随していた。さらにこの整備班とは別にエンジン乾燥などの中整備を行う整備隊も実験隊に並立されている。実験隊における操縦者たるテストパイロットにはベテランパイロットや歴戦のエースパイロットが選抜されていた。1941年7月輸入機 BF109E-7 時44が カコミガハラ陸軍飛行場にて、性能比較を目的とする模擬戦を行ったが、その際には、同実験隊が担当となり石川忠志少佐、荒牧義次隊員、岩橋譲さん中尉が、操縦者として参加している。また、太平洋戦争勃発後の1942年4月18日、多摩陸軍飛行場で、飛行試験を終え、担当主任、荒牧義次少佐と、 梅川両三郎順位により、三鳥区軍飛行学校において、歩103一式 12.7mm 固定機関砲、射撃試験中の機61試作2号機、3号機が、飛来してきた B-25 を急遽擁撃しており、手持ちの大洋弾を搭載した梅川機が一機撃破の戦果を残している。百四十二年十月、さらなる作戦現場の要求に迅速に対応し、 航空兵器の審査を促進するため、陸軍航空審査部令により、同月15日に、旧来の陸軍航空本部飛行実験部を改編し、陸軍航空審査部が新設された。旧飛行実験部のみならず、基礎試験を行っていた、旧行技研外科の業務並びに人員を引き継ぎ、より拡充、昇格する形で編成されたものであった。長は、本部長。 第二次世界大戦終戦により、陸軍航空審査部令は1945年11月10日、直令第631号により廃止された。なお、8月15日夜には、総務部長宮部正美少将が、立川陸軍飛行場付近の玉川下半に、また、先代の陸軍航空審査部本部長、寺本熊市中将も自決している。多摩陸軍飛行場にて、 陸軍航空審査部飛行実験部によりテスト中の機84増加試作気球飛行実験部実験隊の業務を引き継ぎ、また拡充されたものが飛行実験部であった。構成は戦闘隊、偵察隊、爆撃隊、攻撃隊、特殊隊に拡充され、後にロケット機、Z 機を担当する特兵隊も編成された。これらには旧整備班を改編した整備隊が 各隊に置かれ、旧実験体と並立していた、旧整備隊は廃止されている。さらに飛行実験部自体の下部班として細分化された、武装班、測定班、通信班も置かれている。飛行実験部実験体時代に引き続き、テスパイには、荒牧義時、石川正岩橋譲さん、木村清坂川敏夫、酒井安、黒江康彦、神保進む、片倉博士、 伊藤武雄、梅川良三郎、谷山サル佐々木勇などや、整備隊には、西村敏姫、酒井正雄、刈谷少尉などといった、帝国陸軍のみならず、陸海軍航空部隊における、トップクラスの人材たる、空中勤務者、地上勤務者型方面から選抜され、部員として配属されていた。また、当時陸軍航空部隊が育成していた。 航空エンジニアとテスパイを融合したエンジニアパイロットたる技術商工として、旗都市やクルス領なども配属されている。独立飛行第47中隊、飛行第68戦隊、飛行第22戦隊など、新兵器を装備する飛行部隊の編成にあたっては、飛行実験部の部員を戦隊長や機関幹部とすることもあった。対戦末期の本土防空戦時には、 飛行実験部戦闘隊を、ふっさ飛行隊と、通称し、第10飛行士団指揮下の臨時の、防空飛行部隊として投入している。歴代陸軍航空審査部本部長、編集歴代陸軍航空審査部飛行実験部長等、編集飛行実験部満州支部。ありがとうございます。